NHK は12日、女優の橋本環奈25が主演を務め、30日からスタートする NHK 連続テレビ小説、おむすび月曜から土曜前8、0、土曜は1週間振り返りの新キャストを発表した。新たな出演者として発表されたのは、山本舞香26、平優菜25、水間ろん34、田端島18、小手伸也50、 逢いぶさき39松井玲奈332007年再びの神戸編に出演する山本平水間田畑は連続テレビ小説初出演となる同作はどんな困難も明るくたくましく乗り越えるがモットーの平成時代のギャル米田優衣米田優衣が主人公橋本演じる優衣は幼少期は神戸で暮らしていたが阪神・淡路大震災で被災し福岡・糸島に移住 青春時代を糸島で過ごした後、高校卒業のタイミングで一家揃って神戸の桜通り商店街に戻り、栄養士を目指し学び始めるというストーリー。山本、平、小手は主人公が通う神戸栄養専門学校の同級生役。小手が演じる森川学は不動産会社の元営業マンで、入院をきっかけに栄養士を志すという設定。他の学生との年齢差に戸惑いつつも、 過去の経験を通して仲間に新たな気づきを与えるという役どころだ。